今回僕がもしラーメン好きだったらと仮定して、ラーメンを食べながら痩せるにはどういう風な行動をするのかを解説していきたいと思います。痩せたいけどラーメンは我慢したくないという人はぜひ参考にしてみてください。で、方法は大きく4つあって、1つ目がラーメンはこってり系よりあっさり系を選ぶですね。1つにラーメンといってもカロリーってバラバラなんですよ。例えば大手ラーメンチェーン店の天下一品さん、天下一品さんのホームページ確認したんですけど、こってり系のラーメンは1杯949キロカロリー、あっさり系のラーメンは1杯389キロカロリーと、まあ、こんな感じに同じラーメンでもあっさり系を選ぶだけでカロリーが 50% ぐらいオフされるんですよね。まあ、これあくまで天下一品さんの例なんですけど、他のラーメン店にも言えることだと思います。ダイエット中はなるべくこってり系ではなくあっさり系のラーメンを選んで食べるようにしてみてください。で、方法2つ目がラーメン以外の食事で気をつけるですね。まあ、今話した通りラーメン1杯こってり系でも949キロカロリーでそこまで怖がるような数字ではないんですよ。例えば僕ダイエット中の摂取カロリーだいたい2000キロカロリーちょっとなんですけど、ラーメン1杯食べてもまだ1000キロカロリー以上余裕があるんですよね。これだったら他の食事でカロリーに気をつければ全然痩せられる。まあ、ただカロリーだけ抑えたらタンパク質が不足しちゃうので、低カロリーかつ高タンパク質の食材を意識的に食べた方が良いですね。まあ、具体例を言うと、低カロリーの食品だったら野菜とか果物とか、低カロリー高タンパク質の食品だったら鶏肉、魚、乳製品とかね。ラーメンを食べる日はこれらの食品を他の食事で意識的に食べるようにしてみてください。そうすれば1日トータルの食事のカロリーが減って、ラーメンを食べながら痩せることができると思います。で、次の方法がラーメンを食べる日を決めるですね。まあ、今話してきたみたいにラーメンを食べながら痩せることはできるっちゃできるんですけど、まあ、行く回数は少ないに越したことはない。だからそれまで月火水木金土日とラーメンを食べていたのを月曜日と木曜日だけにするとか、そうした方が1日でカロリーオーバーするリスクが減るので痩せやすくなると。よくダイエットを始めたらラーメンを完全にやめようとする人が多いんですけど、完全にやめるって結構ストレスなんで、とりあえず最初は行く回数を減らす、100を0にするんじゃなくて100を40にするみたいな、そうした方が続きやすいと思います。たまに好きなものを食べた方がストレス解消されますしね。で、最後の方法が1日なるべく体を動かすようにするです。痩せるかどうかカロリーバランスで決まるんですよ。つまり食事でカロリーを取る以上に運動でカロリーを消費すれば痩せるということ、まあ、だから消費カロリーを稼げば稼ぐほどラーメンを食べながら痩せることができるっていうわけですね。で、有酸素運動をして消費カロリーを稼ぐっていうのは悪い方法じゃないんですけど、個人的には1日の歩数で管理することをお勧めしますね。その方が分かりやすい。具体的には1日8000から1万歩、これくらいは歩くようにした方が良いです。まあ、ざっくりこんな感じでしょうか。まあ、さっきもちょろっと話したんですけど、痩せるためには全てを犠牲に考えなければならない、ラーメンが好きな人もラーメンを完全にやめなければならないって考える人が非常に多いんですけど、そんなことないんで、もし僕がラーメン好きだったらダイエット中でもラーメン絶対食べると思います。だって好きなもの食べたいじゃないですか。さすがに毎日食べるということはしないと思うんですけど、痩せたいという欲求もそうなんですけど、ラーメンを食べたいという欲求も必ずあるわけなんで、どちらか完全に捨てようと思ったらどうしてもストレスって過剰に溜まっちゃうんですよ。だから大事なのは痩せたいという欲求とラーメンを食べたいと2つの欲求をどちらか完全にゼロにするんじゃなくて、ちょうどいいバランスを探ることが大事ってわけですね。で、今回紹介した4つの方法を参考にすれば、そのちょうどいいバランスの取れた選択肢が見つかると思うので、ぜひ参考にしてみてください。